ソニーの VR 戦略であるとかクラウド戦略、これらのことについて新しいインタビューが公開されました。この動画ではそちらの方を見ていこうと思います。今回見ていく記事は VGC さんからのものです。もともとこの記事っていうのは日経の方、日本のやつですね、日本の日経の方から出ていた記事を海外版に翻訳されているものです。私自身日経のサブスク持ってないんでそっちの記事見れないんでね、翻訳側を見ることになるんですけども、あれジム・ライアンさんとのインタビューなんで多分英語でインタビューしたと思うんですけども、英語のインタビューを日経が日本語に翻訳して、その日本語に翻訳されたやつを VGC が英語に翻訳して、その英語に翻訳されたやつを私が日本語に翻訳してるっていう形になりますね。それはさておき、いつも見てくださってありがとうございます。高評価、チャンネル登録などぜひよろしくお願いしますといったところで、早速内容に入っていきましょう。開会です。このイベントの中でね、この記事の中でいろいろ言われてたのが、まずはマイクロソフトとのパートナーシップ、ソニー自身がクラウド戦略においてマイクロソフトのアズールだっけ、のクラウドゲーミングとかそのデータセンター、そちらのタイアップをすでに発表しておりまして、その中で、まあ、これが、例えばソニーのクラウドインフラであるとか、プレイステーション Now に対応する何か、そういうものが出てくるんじゃないかっていうふうな噂は結構立っておりますけども、その辺の影響っていうのは未だに正直確認はされておりません。要は、マイクロソフトとのタイアップを発表したんだけども、まだそれが、その、実際の 何かしらの製品として実ってはいないということですね。で、ここでジム・ライアンさんから直接言われているのが、こんくらいかな、未だにマイクロソフトと話している段階、案を交換している段階であるというふうに言っております。で、あと一つここで付け加えておきたいのが、マイクロソフトとのタイアップっていうふうに言ってますけども、これは別にプレイステーションと Xbox のタイアップではなく、ソニーとマイクロソフトであるということです。要はプレイステーションが何と言おうが、 Xbox が何と言おうが、親会社同士が仲良くしなさいって言ってるっていうね、そういう状況だと考えられます。で、まだ案を交換している段階だけども、すごい面白いことはやっている。で、ちゃんとね、その時が来たら、私たちのクラウド戦略は発表する予定だと。ソニーの、技術的なインフラに、この Azure のクラウドインフラを活用することはできるんだけども、私たちが提供する予定であるクラウドゲーミング体験っていうのは、プレイステーション独自のものとなる。そういうふうにジム・ライアンさんが言っております。このクラウド戦略が果たして何なのかっていうのが非常に興味のあるところですよね。ソニー独自、プレイステーション独自ということで、まあ多分 Xbox との対比をしていると思うんですね。一応現在クラウドゲーミングサービスは、Google Stadia であるとか Xbox の、その辺のプロジェクト X クラウドか、スタディアプロジェクト X クラウドと Amazon がなんかやってますし、あと GeForce Now とかもね、その辺いろいろありますけども、そこら辺との差別化を言ってるんでしょうね。で、差別化としてはいろいろな場所で言われてるらしいのが、 PlayStation 1から PlayStation 3の過去世代ゲーム機のタイトルをクラウド上で遊べるようにすれば、それはソニー独自のもの、プレイステーション独自のものになるんじゃないか。要は、プレイステーションの独占タイトルですね。この他のプラットフォームにはいかないような独占タイトルをプレイできる時点でも、それはプレイステーション独自のサービスになるわけですからね。で、続いて、コンソールサイクルとかにね、ついて言及もされてるんですけども、まあ正直これに関しては、まだまだ発売したばっかりだからわからないっていうふうに言ってますね。一応ゲーミングの未来として最終的には全部クラウドになるっていうね、意見が存在しますし、私もかなり時間が経てばそうなるかもしれないとは思いますけども、プレイステーション6、7ぐらいまでは出るんじゃないかと私個人としては思っております。まあジム・ライアンさん自身まだ PS5 を発売した時点だから、正直そんなことはわからないから、なことは聞かれてもしょうがねえよというふうに言っておりました。で、もう一つですね、プレイステーションの独占タイトルの数についての発言もありました。プレイステーション自身、その、まあ、いろいろ意見はあると思いますが、私に言わせてみれば、それに他の多くのプレイステーションファンに言わせてみれば、プレイステーション何が素晴らしいかっていうのは、ハードウェアと、もちろんハードウェアもいいんですよ。ただハードウェアどうこうじゃなくて、独自のゲーム体験ができる独自のタイトル、そこが一番いいと。他のプラットフォームじゃ絶対に遊べないようなゲーミング体験ができるからこそ、プレイステーションを購入している、そういう人がかなり多いんじゃないかと思います。私自身もその一人です。で、ここでジム・ライアンさん曰く、静かにだけど安定して
全く新しいファーストパーティーソフトウェアの開発を進めている。でさらにここでプレイステーション5は今までのどのコンソールよりも多くの独占タイトルを持つことになる、そういうふうにも言っております。まあプレイステーション3世代がちょっと荒くて、でプレイステーション4世代が Xbox に勝つためにいろいろやって、ただ最後の方はちょっと延期とかいっぱいあって、ラスアスもね、延期されたりして、独占タイトルの数が減ったりしておりましたけども、プレイステーション5はそこからさらに引き上げてどんどん独占タイトルを出していく予定みたいです。ソニー自身その古い独占タイトルを PC に移行させたりしているっていうね、そういう戦略も存在しますので、その辺との兼ね合いで、まあ、より多くの独占タイトルを作って、でそれをさっさと PC 側に流してしまうとかね、そういう作戦を取っているのかもしれません。これらの全く新しい独占タイトルっていうのはやっぱり PS5 だと 3D オーディオ体験であるとか、あとはハプティックであるとか、そういうコントローラーの機能、これら全てをうまく取り込んで、ゲームを動かすことができる場合、それこそまさにプレイステーション独自の体験っていうのを提供できると思いますんで、かなり楽しみなもんです。で一つここで付け加えたいのですが、まあ、次ここについて話すんですけども、ここについてこの部分を話す前に一つだけ付け加えたいことがありまして、プレイステーションにどういうモニターを使うのか、ちゃんと話つながりますのでご安心ください。プレイステーションにどういうモニターを使うのかですけども、理想は 4K120fps じゃないですか。要はプレイステーション5 120fps 出力と 4K 出力両方対応しておりますし、一部のタイトルっていうのはその両方同時に使えるってことで、理想を言うならば 4K120 のモニターが欲しいところですよね。で 4K120 のモニターをうまく使うためにゲーム自身が 4K120 出す必要があるんですけども、こちらに関してもパフォーマンスの最適化が進んだり、あとは AMD の、Fidelity FX スーパーレゾリューション、ああいう感じの機能がもしプレイステーションに来ることがあれば、それらの機能を活用することによって、まあかなり安定した 4K120 が出せるようになるんじゃないかと思います。ちゃんとね、その 4K120 を狙っているタイトルに関してはシューター系が特に多くなるとは思いますけども、ただゲームが 4K120 出してもモニターが出さないんじゃ意味ないってことで、両方が対応しないといけないんですよね。で思ったんですよ、 4K120 のモニター2とだいたい10万円前後とかがね、普通常の値段になるんじゃないかと思います。安い方だと、6、7万ぐらいで買えるものもなくはないですけども、相当安っぽいやつになってしまいますね。なので 4K120 をしっかり出せるモニターとしてはものすごいお金がかかってしまうんですよ。でその後この VR に関して見てまして、プレイステーション5の次世代 VR システムっていうのを見て思ったんですよね。 VR である以上 120fps は出るんですよ。 PSVR1 が 120fps 出てますし、 PSVR2 も確かしっかり 120fps 出すっていう話がすでに出ておりましたんで、でそれを踏まえた上で PSVR2 が果たして解像度がどんくらいになるのかは正直わかりませんが、最低でもここは一部まあ論理的に考えてこんくらいは出るだろうっていう純粋な推測と、あと私の希望がね一部含まれておりますけども、最低でも片目 1440p ぐらいはあると思うんですよ。ただ最低でもっていうことで 1440p じゃなくて片目 4K とかっていうね数字が出てくる可能性があると思います。で例えば片目 4K120fps っていう VR ヘッドセットが出てきたとしましょう。その時点で 4K120fps 体験ができるようになるんじゃないかっていうことです。ここではソニー自身の発言としてはあくまでも次世代 VR システムに関しては PSVR1 である程度経験したことを元にして PSVR2 っていうのはより良い体験を提供できるはずだっていうふうに言ってるんですよ。で本当にその通りだと思うんですけども、 PSVR2 の活用法っていうのはもちろん単純に VR ゲームを遊ぶこと、それもあるんですけども、単純に VR ゲームを遊ぶだけじゃなくて、まあ 120fps のモニターを持ってない人が安定した 120fps を体験するための道具にもなるんじゃないかと思います。VR 上で、VR じゃないゲームを遊ぶと、ちょっと画面が変な感じになってしまうことはありますけども、PS4 世代の PSVR でも、普通に VR 内で通常のゲームを遊べましたからね。
一応 PSVR1 は解像度がちょっと低すぎたせいで、普通のモニターで遊ぶよりかは画質は低く感じてしまうんですけども、 PSVR2 に関してはほぼ間違いなく、最低でも片目 1440p が入るということで、まあほぼ間違いなく解像度は十分に高いですし、あとは 120fps ということで、そうですね、例えば FPS とかをガチでやってる人とかはPSVR 2内で遊ぶのが一番いいとかね、そういう謎の未来が来るかもしれません。この記事はこんなもんで終わりですかね。じゃあ動画を締める前にね、一つだけ告知。今週末日曜日夜7時から配信、7時から8時までを、雑談&リターナルの最新映像の確認タイムとして、8時から RE8 のデモ版をプレイしていこうと思います。 RE8 のデモ版がプレイし終わった後は多分ラシェクラでも遊ぼうかなという感じです。PS5 版の、アップデートパッチが適用された2016年ラチェクラザゲームです。告知が以上ということで、この動画楽しんでいただけたら、ためになったと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録高評価などよろしくお願いします。他の動画、チャンネル、ツイッターなど動画説明の方にリンクしておりますので、ぜひご確認ください。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。